らは羊になれないのよ。今週火曜日、女優の長澤まさみさんが1966年にブロードウェイで初演され、日本でも真矢美樹さんや藤原紀香さんなど多くの名女優が出演した傑作ミュージカルキャバレーの公開稽古に登場。ミュージカル初挑戦ながらもキャバレーの歌姫を堂々と熱演する長澤さん、ガーターベルト姿のセクシーな衣装で胸元や椅子にまたがり美脚を披露。そんなんじゃないから。情熱的なキスもお披露目した。ね、